そら、ちゃんと課題やったん？え、リクの絵描いてた。小学生？いや、つい授業中ノートの隅に推しの絵とか描いちゃう人の方か。リクちゃん強びたんだね。そうだけど、お昼楽しみだな。そら、ルンルンが隠せてなくて周りがざわついてるよ。どうも。いや、まったく。来た。ストップ。はや。リグー！やっほそら。やっと会えた。お待たせ。チュチュス先輩方。その辺座ろっか。そうですね。そういやそら先輩とリクっていつからの仲なんですか？知りたい。海ちゃんにだるがらみやめてくれる？リク、どうした？ほんとただの鈍感バカだよね。どうしたのリクちゃん、食べる？ノープロブレム。あれ、俺が一番マシじゃない？では早速、俺とリクの運命の出会いについて話します。運命を聞いてやるけ。へへへ。俺が初めてリクに会ったのは小3の時。リクは小2だよね。うい。小中は学校違くて、高校でやっと念願のリクと同じ学校なんだよ。そうだったんですね。そう。ちなみに会は中学から一緒。中1で同じクラスになって初日から絡まれたんだよ。話しかけてくれた誰？で、小3の時にいつも放課後一緒に遊んでたやつらが習い事始めて遊べなくなって、俺も習い事というものをしてみたくなったのだ。はい、私はスイミング習ってました。俺サッカー。鉄分大好きくれる？キュウリ。さておき、ママにその話をしたら、姉ちゃんが習ってるダンススクールの体験にひとまず俺も連れて行かれました。ここまでオッケー？海オッケー。俺この話何百回と聞かされてるから、いよいよ代弁できるな。その体験に行ったダンススクールでリクちゃんに出会いました。リクはすでにそこの生徒でいて、無表情なんだけどすんげー楽しそうに踊ってんのが伝わってきてさ、なんか目が離せなくて。体験の最後にペアになって踊るという練習タイムが訪れます。俺ダンスやったことなかったから全然踊れなかったし、緊張してて誰にも声かけられなくてさ、それを見かねたリクが俺のパートナーになってくれたんだよね。相手の手を握って踊るっていう振り付けがあって、ちっちゃなリクが俺の手を取り、俺の目を見てこう言いました。で、あったかいな。ズッキューンですよ。もう可愛すぎて未だに鮮明に覚えて、ダンス下手だなとか言われるのかと思ったら、てってって一瞬で緊張が解けたよね。その瞬間から俺はずっとリクの虜です。なるほど、そんなちゃんとした経緯が。そして即入会しました。それをリクちゃんが覚えてないってのも面白いよね。記憶にない。年は俺が一つ上だけど、ダンスはリクの方が先輩なので、一緒にチーム組んでコンテスト出たりもしてたから、練習で放課後とか土日とかいつも一緒にいたし、みんなでご飯食べたり遠征行ったり、もう家族みたいなもんだよな。まあそうだね。それでリクはサラ先輩にタメ口だったのか。そう、海もタメ口でいいよ。いやいやいや、それとこれとは違いますから、悪いです。ねえ、さらっと海って呼ばないでくれる？あ、私は大歓迎ですよ。俺が先に呼びたかっただけ。待って、やっぱり同じ。やだ、嬉しい。お好きに呼んでください。はい、後でちょっと話そうか。鈍感なくせにそういうとこ鋭いな。何なの？そら、それじゃ足りないだろ。これも食え。ありがとう大好き天使リク。餌付けされてる。1000キロ離れやがれ。ご視聴サンキューベリーメッチョ、チャンネル登録グッドボタンよろしくね。
これでいいのかい。